海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。今回のテーマは我が町の海自慢。ここは海から約5キロ離れたいわき市の内陸ですが、太古の昔ここには豊かな海が広がっていました。いわき市アンモナイトセンターは日本初の化石産出地に作られた博物館で、アンモナイトの化石などが多数展示されています。ここは昔はどんな場所だったんでしょうか。この場所はですね、昔は水深が30メートルから50メートルぐらいの海の中だったというふうに考えられています。アンモナイトがまずいたのと、それと二枚貝と巻き貝、あとはサメですね、それと首長竜のような海に住んでいる爬虫類がたくさん生きていたというふうに考えられています。この博物館はアンモナイトなどの化石が発見された地層をそのまま建物で覆っています。約8900万年前の豊かないわきの海を直に観察することができます。さらに館内と同じ地層をハンマーやタガネを使って化石の発掘体験ができます。貝やサメの歯の化石、そしてアンモナイトの化石も見つけることができるようです。そしてなんとこの場所から貴重な化石が発見されました。この場所で新たな化石が見つかったということなんですが、それはどんな化石なんでしょうか。はい、今年の2月にですね、日本古生物学会で発表したんですけれども、今までヨーロッパからしか見つかっていなかったハイファントセラスフレクスオースムという種類に似たアンモナイトと、北海道でしか見つかっていなかったエゾセラスエレガンスという種類のアンモナイトが新たに見つかりましたので、そちらを発表しました。アンモナイトの見つかる量かなり多いと思います。こちらの化石発掘を目当てに関東の方からも来ていただいている方たくさんいらっしゃいますし、そういった意味でもいわき市の名所の一つなんじゃないかというふうには考えております。化石となった生物が生きていた太古の海と現在に生きる私たちをつなぐ化石、今に続く命と海の素晴らしさを実感してみてはいかがでしょうか。